いやはい祭り始まります。いやこういうことをね、はい、初めてだね、こういう感じでやるの。ほんまに初めてですね、うん、もうここでコラボできるんやっていう。確かに自分のチャンネルでもなんでもないところで。そうですね、続けばいいですね、この企画が。あ、ほんまそうですね、ね、もっとたくさんの人にしてもらって。そうですね、はい、いろんな子供たちがね、わんさかわんさか来てくれたら僕たちもいじり倒すんで。そう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 、半泣きなぐるキッズ の, あのクリエイターの方ぜひご参加を、はい、よろしくお願いします。やるぞ、おおきみ。よろしくお願いします。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ついにやってまいりましたウネス、はい、クリエイターレコースってことで、はい、今回がなんとですね、はい、記念すべき第1回となるウネスクリエイターレコースですが、はい、一体どんなイベントかと言いますと、はい、くだらないことに本気で挑戦してブームナンバーワンを決めようじゃないかというイベントでございます。いいですね、 YouTuber っぽくて、はい、そして本日はですねサマーと題しまして夏らしい企画をご用意させていただいておりますね。おお、すごい、はい、皆さんあの老若男女皆さん楽しんでいただけるような企画をご用意しておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、最初のルーツはこちら、ぷよぷよスクイーン。こちらですね、皆さんご存知のぷよぷよボールを使ったウネスでございます。こちらですね、はい、まず簡単にルールを説明させていただきます、はいはい、こちら簡単に言いますと金魚すくいでございます。はい、そうですね一つの勝負ごとに制限時間は60秒、1分ですね。はい、でポイが破れてしまった時点で挑戦終了でございます。はい、でこちらにですね点数の記載があるんですけれどもこちらぷよぷよボールね、こちらぷよぷよボールがまず1点ね、1点、はい、でウニボールが3点、で金魚ちゃんがなんとマイナス5点。そうなんですよ、金魚すくいかと思いきや、いやちゃんとぷよぷよすくいだった。ほんまにダメですよ、金魚すくったらダメなんで。めっちゃすくいやすい感じになったんです、はい、これはもうマイナス5点与えられるんでね血迷っても取らないように。第1種目目、ぷよぷよボールすくい、よーいスタート。シェイヤー頑張れ。さあウニ、ウニを狙っていく。あ、ぷよぷよボーイあらご覧ください、15万だよ。誰が見ても0点です集計のポイ破れてもらうよ、みんな気をつけて。透明のポイが終わりました。ありがとうございます。制限時間終了ということで、これチームチーム、あ、でもそっちかも。いや、やっぱね、ぷよぷよボールも積みすぎるとダメだわ。4個ぐらいが限界でしたね。破れてました。破れても続けるんかなと思ってめっちゃ続けてました。破けてしまった、破けてしまった、破けてました。でもすごい記録です。すごすぎる、ちゃんと言ってますね。何か容赦ないですか。あの思った以上に難しくて、なんかちっちゃいのをどんどん取っていこうと思ったんだけど、1位になれなそうですね。そっか。金魚すくいどうだった？どうだった？楽しかった。いやまさかのね0点ということで、1個ぐらいはね取れるかと思ったんだけど、こう端っこに寄せて、端っこに寄せたのが多分ね失敗したんだよ。まあ、ここまだまだまだね、まだです。聞いてない、ここから本気出します。カメラマンもやるの。これは皆さん準備していただいて、扱いが見えなくなるわけね。すごいでしょ、すごいですよ。これは見えない、やばい、優しい手さばき、やだ、もう手さばき優しい、白欲しいのに私、白がいいね。周りもロータさんと同じ、あー、あら、やけた、あー、やけた、ダメだった、すごい現状が負けました。はい、集計していただきましょう。何これ、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 おー、素晴らしい、すごい、まあ、まあ、大丈夫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 、あら、破けちゃった、あかーん、これはももちゃん脱落でございます。あら、破けちゃった、破けちゃった、もうね、これね、こんなのゆっくりやればいいんすよ。あら、本当に惑わされない、子供の心、コメントをする余裕があるために常にブレない破けないまま終わるレベル。あれ、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 あ、金魚絶対ダメですよ。あなたは第1回ウネスクリエイターレコーズぷよぷよボールすくいにおいて優秀な成績を収めたため、ぷよすくいマスターと認定します。勝俣博物館だな。ありがとうございます。
得点数もそちらに書いております。24点ありがとうございます。おめでとうございます。今回のルール、判定員が1人ずつタイムを測定、はい、要するに全部削り切った方が勝ち、はい、でございます。で、1回でも割ってしまったら、はい、それか1枚でも割ってしまったらもう失格です。ポイント全部なしです。とにかく3つ全部きれいに抜いていただく。今回使うのはパンダイさんのカラパキというものですね。はい、カラパキですね。これしかもね、こう6種類入ってるんですよ、中に。そう、何が出るかによっても変わってくるという。いや、これね、運も運も味方につけないといけない。引きを持っとかないとダメなんでね。いけるかな、肩抜けるかな。お手本になるような感じ。そうですよね、まあ、ある種損ですね。そう、確かに一番初めに損。当たりつきって書いてありましょう。あ、よーい、スタート。はい、時間タイム計測します。触れていいの？慎重にね、焦ったらこれダメですから。時間食べろ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 上からの指示が。すげえ、勝俣さんすごい、いい感じよ。振り抜き形式というか穴開け形式。それと集中力がすごい、この人。今の一番早いですよ。ママ早くして。それ失格ですからね。割れたら失格ですからね。起きたんちゃうかこれ。で、おりまーす。もうちゃんどうですか、意気込み。よろしいですか。怖い、不安。1枚で割ったら失格でございます。もうちゃん優しいからうまくいくかもよ。失格ってことはとってもない。もちろん。じゃあ言わない。頑張ります。はい、もうガチなんで。あ、ガチですか、ほんとね。勝ちすぎて、はい、全部同じ可能性もある。じゃあ、いける？私もう絶対無理。それではですね、こちらまで。あ、頑張ります。頑張る。はい、まず初めに戦っていただく4名を紹介します。抜いた。あ、2個目。あ、やべえ、レベルハテナ来た。レベルハテナ、レベルハテナ。マンモスかな、これは。マンモスだ。終わります。1個終わる。終わります。え、意外と終わらないですね、皆さん。そうですね。終わりました。はい、1個目。あ、手で行くのか。手で行ったら多分一番ですよ。で、京平さんのバラ、これは OK なんですか。一旦置いてみましょう。次行こう、次行こう、次行こう。微妙なとこ。終わりました。ナイス姉さん。みんないつも削るんすよ、これ。え、いつも割れたら失格か。いいですよ、触っていいですよ。抜けない。結果割れなければ。もうね、もう、これ、あ、割れた。皆さん、取る中です。皆さん、取る中で行きました。また狙いに行ってるでしょ、もう。説明した。もう狙ってんだこれ。ちょっと全部で聞きよ。いやいや、そうでもないですよ。もう無理や思ったらすぐ割るんですか。イラッとしたの。そうやって焦りが、焦りが目立とうとして。いや、もう最後の最後ちょっと割れてしまいましたね。まだ今0点0点ですけど、まだね、3競技くらいあるでしょ。まあ、こっからね。ただだいたいこう一番最後の競技ってこうポイント倍になったりするんですよ、こういう競技っていうのはね。まあ、そういうところでパパパーンとこう逆転したいと思います。1個でいいんだ、あれは。いや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 、3つやない。そしてアドバイス的にはもう思いっきりやっていい。ちょこちょこやってると終わらないから。しかもやっぱ食感なんで、食感そうそうね、割れないんですよ。あの猟犬みたいなのがいない限りね。多分1。頑張りました。ドキドキしてます。難しそうですね。肩抜きただやったりちょっとやばい、大雑把なんでガッていっちゃいそう。繊細になります。めちゃめちゃ早い。ギャンブルがありますね。難しいです。はい、難しいです。難しいです。二度と喋りかけんなという一言で。そうです。黙れと。お前ら後ろで喋っとけということで。終わらないようにね、気をつけてね。おちょっとずつ、ちょっとずつ。あ、でも綺麗に抜いてますね。あ、もう失敗。給食タイムだね。食べよう。終わったらすぐ食べれるという誘惑もここに潜んでる。ちゃんと歯磨きやって。あ、割れた。割れた。食欲に負けてもんだ。食欲が上回る。そう、意外とシビアな作業であった、やっぱり。あら。シークル。美味しかった。美味しい。だから勝負分かってます。美味しかった。難しかったです。もともと肩抜きが苦手だからめっちゃ難しかったです。ああ、これはセクシーだぜ。
大丈夫かいちゃん、はい、終わり。おじさんめっちゃ早い。すげえすげえ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、参加する早い、ちょっとこんなん行くやろ、ちょっとこんなもん行くやろ、おっとだんだんね、あのみんなね出ていくようになってね、早くなって。 OKOKOK2 個目2個目大丈夫、あーかー、あこれ見せてええんかな言うとこ俺でもなんですけど、おいおい首猫から言ってもて、おいおい首猫から言ってもて、首こっちだね、もうちょいもうちょい、見せてええんかな言うとこ俺でもなんですけど、おいおい、いやもう喋ってるでしょ、喋ってないで、さあ進めております、ガンガン行こう、寝ます、あ終わり、カットできます、終わりでございます、あら早い、終わりでございます、これは圧倒的スピード、素晴らしい、お疲れ様です、はい、美味しいですね、ホワイトチョコめっちゃ好きなんですよ、負けちゃいましたね、あなた第1回グネスクリエイターレコーズ型抜きにおいて優秀な成績を収めたためパキオと認定します、コジカルさん、あなたパキオです、やりましたね、よかった、1年間本当に頑張ったんだよ俺は、そっか普段から食べて頑張ったもんな、頑張ってたのよ、いつも食べたじゃん、食べた食べた、うまいおじで割ってた、やりましたね、はい、用意してないよ今日。何遊びに来たんだもん。あ、そうか。遊びに来たんだもん。遊びに来たら。よかったらたまたま。カメラを撮りに来ただけやのに。カメラ撮りに来たの。でやらされて、撮らされて、喋らされるって。よかったよ。よかったよ。普段から俺バンダイさんのあれめっちゃ食ってたから。あ、そうか。早くやらないよ。バンダイさんお願いいたします。時間かかった。時間かかったんだもんね。時間そうそう。3分。あ、めっちゃ早いな。すごい。54秒。めちゃくちゃ早いな。やったね。おめでとうございます。ありがとうございます。